ね、超一流の雑誌やってたりなんかすると、あの味だとかさ、料亭だとかレストランだとかってみんなうるさいと思ってるけれど、確かに行くんだけれども、もう俺はもうね、それも興味ない。それうまければうまいに越したことはないけれども、大の男がね、あそこの店で食べなきゃいけないとかさ、なんとかってさ、もっとやること先にあるんじゃないのっていうふうに思うのが、だワインを語ってるようなやつも俺あんまり好きじゃない。8回目のダンビーズム、招待されたのは和、洋、中、料理に関することすべてに見識を持つプロフェッショナル。テレビでもおなじみの男が食を通じて仕掛ける次なる思惑とは。昔我々の時は、まあ、お袋がね、非常に手をかけてくれて、で料理っていうのは、これがホッとするようなね、お袋の愛情のこもった味だなみたいな、そういう意味で育ったじゃないですか。どちらかというと家庭の味っていうのがありましたよね。そう、今だって超泉加工食品の ねもう本当味がもうついちゃってるやつ買ってきてチンすりゃいいんですもんね。僕はあの世界76カ国ぐらい回ってんだけど、食文化でね、こんなに早くこの 2,30 年の間にね、ガタガタガタ音を立ててね崩れまして、やっぱりそのそこの台所のご主人である奥様っていうのがね、ママがもう子供の健康、ね、旦那の健康まで考えてね、で同じようなものをみんなで食べるんだけど、それにちょっと差をつけてあげるとね、あの味を濃くしたり薄くするぐらいの差で、あとはね全部作ったもの食べてるんですよ、いまだに。日本だけはあんなもん買ってきてチンなんてやってる。だってもうあなたたちの世代だと分かんないんだけど、母親なんかがさ、鍋でさ豆腐買いに行ったりとかね、要するにだからそのパッケージの問題だってなんだって、ゴミだって過剰には出なかっただろうし、そういう時代っていうのはついこの間ね、別に100年前の話をしてるんじゃなくて、ついこの間はそういう生活があったのに。だからね、今一番に何が問題かって言ったらね、食事するときにね、茶の間にね、食事するときにテレビがあるのは日本だけなんだよ。僕調査やったの、 68% の家庭がねつけっぱなしの中で食事してんのよ。大丈夫、お宅はテレビ食事のときつけてる？うちはつけてますでしょ、はい、それでね、たまにつけたり消したりしてるお宅が 28%、はい、両方合わせると 94% ね、 96% だ。つけてないお宅ってたって 4% しか日本ないのよ。ところがね、あのアメリカとかヨーロッパ調査やったのよ、20カ国、はい、そしたらね、つけたり消したりつけっぱなしのところで全部合わせても 32%、 日本3倍だよ。それどういうことを意味してるかっていうとね、テレビつけっぱなしでしょ、食事するでしょ、1時間後にあなた何食べたのって覚えてないね、テレビに夢中で。そしてなぜそんな箸の使い方おかしいじゃないね。それになんで人参残すのって親昔言ってくれたでしょ、はい、ところがテレビに夢中だから親がそれに気がつかない、ね、そしてあれ今日顔色悪いね、何かあったんじゃないのって親が言ってくれれば、実はいじめに遭ってますって告白するの子供は。服部は以前から日本の食生活の乱れに警鐘を鳴らしてきた。その活動が日本政府の目に留まり、2005年食育基本法が成立。一人の男が国を動かした。あ、ニートってどんなことしてるか知ってる？何もしてない方たちですよね、働いてなくて親元に住んでる。
全国に名高い料理学校を運営するだけにとどまらず、テレビでも人気者になった服部。彼は今、食を通じて教育を訴える。その信念とは。あ、ニートってどんなことしてるか知ってる？何もしてない方たちですよね。働いてなくて親元に住んでる。そう、親からお小遣いもらって生きてるの。はい。あのね、世界中の地球上の生物の親の役目というのは、子供に独り立ちできる、ね、知恵と、ね、そういう教育するわけですよ。はい。で、ね、はっきり言うと学校いらないんだから。学校なんて最近ですよね、できたのね。それこそあの足利時代に学校できたけど一部の人でしょ。そして江戸時代になって寺子屋ができて、まあ町民も行くようになったけど、それまでは全部親が一人前にするわけでしょ。そうですよね。でしょ。ところが今ほら、親がおかしいから。親がね、それだけ能力持ってないの。服部先生はこの職を通してこう子どもたちにいろいろ教えようとされてるんですか。今子どもたちじゃなくて大人にも教えたいんだよね。そうなんです、職域。大人が分かってないから。なるほど。食育というのは基本的にどういったことですか？あのね、食っていう字分解したことある？漢字。この食、うん、屋根みたいになってるのは人ってこう読めんでしょ。はい。で、人に良いものが食なのよ。ああ、あ、本当だ。だから人を良くすることを育むのはやっぱり食がベースなんですよ。でね、食っていうのは別にね、偏った食生活してもそれは良くないけど、そうじゃなくてね、その食べる姿勢。昔はね、うるさいこと言われたのよ、ね、な、姿勢が悪いよそんな食べ方、なんで箸ね持てないの、なんで人参残すのって言われた。今ね、全然親もちんぷんかんぷんで、そんなことも何も言ってあげないから、好き勝手なことをしても許されちゃう子が随分出てきた。まあ、今警視庁の仕事もしてるけども、それからいいやね、こんなにね少年犯罪が複雑になって、ね、切れてすぐ人をやるっていうのは何かって言ったら、親がコツコツと3歳から8歳の間ね、しつけておくと人間はいいこと悪いことを判別する能力がつくんですよ。それと教育はね、優しさと楽しさとね、厳しさが必要なの。ほら今ね、日本の教育の中に厳しさなくなったんですよ。だって学校行ってごらんなさいってね、もしね先生がねイライラして、お前何やってんだなんて言ったらね、すぐ先生首を、今親がね、私の子供に何するのって言うんだから。モンスターペアレントが今すごいみたいですね、うん、出てくるでしょ。それとね、教育って何かっていうとね、一言で言うと100匹の魚を与えちゃダメと、それより釣り針と釣り糸を与えなさいよっていうのが教育なんですよ。だって100匹食べちゃったら終わりでしょ、はい、あと釣り方分かんなかったら餓死しちゃうじゃないですか。ところがそんな魚を100匹与えるよりは、釣り針と釣り糸で取るテクニックを教えるのが教育じゃない。これが要するにこのテーマでいろんなこといくとさ、例えば日本の相撲のことだとか柔道のことだとかね、そういうことにもこの料理のことまでも関して触れていくだろうし、これが要するに耽美というものの考え方にもつながっていくと思うんだけれど、例えば柔道でさ、金メダル取れないとがっくりきてるみたいな。で、柔道の本質って何よって、体とね、要するに精神を鍛えることが柔道の目的、金メダルを取ることが目的じゃないわけじゃない。だからそれをその料理のことだとかなんとかって、自分のライフスタイルにもそういうことをちゃんと置き換えて生きていくことが大事なんじゃないのって、うん、そのことをちゃんと求めていくことが耽美っていうか、正しい日本人になれるんじゃないの、世界人になれるんじゃないのと俺は思うわけ。 This program is presented by 耽美 TV。 今後おそらくどういう番組ですか？そうですね、私はもっとやっぱりいろんなジャンルの方がこの番組に遊びに来てくださって、そうですね、なんか徹子の部屋みたいな感じにしていきたいと思っております。そういう番組だけにはしたくない。本当ですか？それは前からなんか言ってたらしいんですよ。前から言ってたっていうんじゃなくて、小林が何を持って徹子の部屋っていうのね言ってるのもあれなんだけど、長寿番組ということなんですけど、長寿番組な、長寿番組で徹子の部屋にしたいっていうのはさ、はい、いいと思うけれど、はい、要はさ、あの番組ってゲストにいろんなことを聞く番組じゃない、はい、別にゲストにいろんなことを聞きたいと思ってないから、いろんな話をしたいとは思うけれど、はい、一方的にね、要するにゲストが一体どういう人なんですかっていうのを
もうあの番組はプロモーションみたいな番組じゃない。ここはある種のテーマを要するにこう2人でゲストと話すみたいな番組が俺はいいと思ってる。だから逆にその一発の人間がそこに来たんだから、要するにこういうことが今世の中で動いてるけど、このことについて職域を超えて話をするっていうようなところに俺はしたいと思うみたいなさ。